第46回国連総会は9月18日、韓国、北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国の国連加盟を全会一致で承認しました。18日夜東京で南北国連同時加盟記念祝賀宴が開かれました。自民党や社会党の国会議員も駆けつけ、祝辞を述べた後、韓国の高麗人参酒、北朝鮮の朝鮮人参酒を一つのグラスに注いで、南北の統一を願いました。角谷元東京女子大学学長の音頭で乾杯。どうもありがとうございます。続いて朝鮮の民族舞踊も披露されました。この祝賀会は、作曲家の三枝重明さん、俳優の菅原文太さん、アントニオ猪木参議院議員、歌手の都はるみさんら、各界の有志が呼びかけ人となって、日本と両朝鮮との親善を深めるために行われたもので、400人が出席しました。国連に加盟したとはいえ、統一への道のりは厳しく、韓国と北朝鮮との直接対話の比重が一層高まる必要がありそうです。